こんにちは、神田絵画教室です。今日は私の油絵の描き方について紹介します。まず下絵のデッサンを描きます。キャンバスと同じ大きさの紙を使います。鏡を見ながら顔の角度を決めます。それでは描き始めます。鉛筆を寝かせて顔の形を探ります。大まかにトーンをのせます。特に紙を描くときは鉛筆を濃くのせます。顔の明るい部分を白で描き起こします。下絵のデッサンが完成しました。次はキャンバスに下塗りをします。茶色をテレピンで溶いてキャンバスに塗ります。少しムラができても構いません。1週間ほど乾かします。下絵をコピーしました。裏面を黒のパステルで塗りつぶします。キャンバスに重ねて鉛筆で輪郭をなぞります。なぞった部分がキャンバスに転写されます。
フィキサチーフで定着させて、今日はおしまいです。次回、これからの書き方についてお話しします。